JOEUFM FC 今治応援番組、頑張れ FC 今治。J3 で戦う FC 今治を応援する番組、頑張れ FC 今治。この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリの共同制作でお送りしています。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得と題し、セーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中。各専門店ではレジにて 5% オフなど特典満載です。ぜひイオンモール今治新都市へ。イオンモール。それでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティ7さんと FC 今治スタッフの上野さんが伝えてくれます。 FC 今治広報情報システムグループの上野です。よろしくお願いします。はい、広報の上野さんにお電話がつながってます。お願いします。よろしくお願いします。さあ上野さん、宮崎から帰ってきましたね。はい、そうなんですよ。長旅で帰ってきました。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、上野さんだけではなくて、選手、皆さん、はい、無事帰ってきましたね、今治に。そうですね、土曜日の夜、11時に無事今治に帰ってきました。あ、お疲れ様でした。はい、の宮崎にはもう上野さん、もう出発からずっと。そうですね、はい、いました。いらっしゃって、はい。はい。で、やっぱ気になるのはね、その宮崎での選手たちの様子が一体どんな様子だったのかっていう、そのキャンプのちょっと報告を上野さんから、届けていただけないかなと今日思ってるんですが、はい、いかがでしたか？はい、なんと、連日試合を組んでいて、合計ちょっと、4試合、試合を組みました。韓国の、一部リーグの強い相手だったりとか、J3 リーグ、J2 リーグと、かなり強化に向けてトレーニングを行って、まあ、選手は疲労困憊かもしれませんけれども、充実したトレーニングができたんじゃないかなというふうに思っています。韓国のチーム、FC ソウルさんですね。そうですね、はい。K リーグの。そうですね、K1 と、まあ、K1、いわゆる J リーグでいうと J1 リーグというような立ち位置になりますね。とのトレーニングマッチが2月9日木曜日に行われたということですけれども、はい、45分の2本ということだったようですが、はい、こちら無事勝利を収めることができました。まあ、もちろんトレーニングマッチということもありますけれども、はいはい、まあ、やっぱり勝って終われることっていうのが大きいかなというふうに思っています。はい、1本目は 2-1、 2本目は 2-0、はい、得点者は中川とビニシウス、フィリップと、はい、まあ、かなり前線で点を決めてほしい選手が決めてくれたので、良い仕上がりになっているんじゃないかなと期待しております。わかりました。はい、はい、中川&ビニシウス、フィリップ、それぞれ得点を決めたということで、はい、ということで、まあ、トレーニングマッチも、まあ、これだけね、組んで、まあ、試合もしてきて、まあ、選手たちはだいぶ疲れて、たのかなみたいなお話も上野さんからありましたけれども、まあ、その試合以外、まあ、練習以外の時間帯の選手の様子というのはいかがでしたか？これはですね、試合が2日行って1日リカバリーみたいな形だったので、もう本当に移動、まあ、結構移動が多かったんでね、合宿地とはいえそこから 3-40分かけて試合会場に行って帰ってくるとかっていう風にしているので、うんうん、まあ、どうしても試合の日には行って帰ってくるだけで終わってしまいますし、その間のトレーニングに関しては、まあ、午前中少し軽めの運動をして、まあ、運動というかウォーム、軽めの、汗を流したものをして午後はお休みするというようなことが多かったですね。まあ、その緊張感もある中だと思いますし、新しい、まあ、選手たち、も、ね、加わってっていう部分もあったかと思います。はい、そういったところでのこう、まあ、ちょっとこう プライベートな部分っていうところではどんな様子でしたか？そうですね、10名の新加入選手が加わったということもありまして、あとこの宮崎の合宿は2人1部屋、うん、もしくは3人1部屋という形になりますので、まあ、嫌が多くでもコミュニケーションを取らなければいけないというような形になっていて、よく目についたのは高瀬選手、近藤選手、この2人はいつも仲がいいんですけども、松本選手もそこに加わり、さらに佐藤選手も加わって4人でこういつも一緒にいる姿が見られました。あ、そうなんですね。さあ、そして皆さん戻ってまいりました。で、はい、ここからですよ、上野さん、はい、いかがでしょう、FC 今治は。
今週、来週、まあ、もう5日が開幕と目の前に控えておりますので、今週は18日に皆さんもご存知かもしれませんが、キックオフパーティーを開催させていただきます。で、来週はまあ比較的公開トレーニングを今回は、多く準備しておりますので、そちらで見ていただけたらなというふうに思っています。はい、ぜひ公開トレーニング、またね、合宿ね、宮崎キャンプ、行く前の選手たちとまた行って帰ってからのまたね、そんな状態とかをぜひ見ていただけるといいですよね。そうですね、コンビネーションが少しは良くなっていると信じています。はい、分かりました。はい、はい、それからですね、いろんな情報を届いてます。こちらシーズンポスターができましたね、2023。はい、ようやく、選手ユニフォーム揃いましたので、撮影しポスターを作ることができました。14日から配布になっております。はい、第1弾ポスター完成ということになっております。はい、こちらの情報もすでにね、ホームページなどにも出ておりまして、はい、で、これからまたそのポスターとかを手にした皆さんたちがいろんなところにまた、貼って、そして開幕に向けてどんどんこうボルテージ上げていくっていう感じになってきますね。そう信じて準備しております。上りも含めて準備しておりますので、ぜひ手に取ってください。上りもたくさん見かけますね。そうですね、ありがたいことに皆さん掲げていただいたりとか、僕らも応援していただいている方々にお配りしたりとかしておりますので、街を少しずつ開幕に向けて準備が始まっているのかなという印象を受けております。はい、またポスターね、ラジオバリバリの方にもまた届く予定になっておりますので、届き次第またお知らせもしていきたいし、あとすでにホームページの方からは画像ダウンロードはもうできるようになってますね。そうですね、もうすでに A4 で自分で印刷するとか、そういうことはできるようになっておりますので、ちょっとポスターという形は今発注というか納品待ちということもあるんですけども、はい、はい、ぜひね、こちらの画像の方はもうダウンロードしてね、皆さんぜひぜひこのね、開幕に向けての気持ちをどんどん高めていってもらいたいなというふうに思います。ぜひ、はい、さて、3月5日の福島戦に向けてっていうことなんですけれども、こんな情報も届いております。なんと今治市内の小中高校生招待ですか。そうですね、やっぱり開幕、いつも満席を目指しておりますけれども、少なくても、まずは今治市の皆さんに来てもらうっていうことをチャレンジしたいなと思って、今回このような企画を用意しました。はい、わかりました。2月13日月曜日の10時から受付開始ということになっております。ご家族やお友達とスタジアムへぜひということですね。はい、期間が、申し込み期間が2月の19日までとちょっと短いんですけれども、はい、なるべく早めに抽選しなければいけないので、お願いできればというふうに思っています。わかりました。はい、今治市内の小中高校に通う児童生徒、はい、もしくは同地域にお住まいの6歳から18歳までの方が対象になっております。その他 FC 今治に関する最新情報は FC 今治のホームページをご確認ください。FC 今治応援番組頑張れ FC 今治。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。